ハロハロフジと申します。ハーレム天国だと思ったエンデジグだったやっていきたいと思います。カンナルートのまず、カンナルートに入った最初の選択肢ですね。どこっていうストーリー上で言うとどこだ。二人きりでいいかもと。これがグッドだね。バットこれバットって多分何にもないバットじゃないかな。だからこれでいいや。今回は頑張ってくれたし、たまにはいいか。さすがの部長も犯罪行為には手を染めないだろうし、ご褒美的なものは必要だな。え？わかりました。俺も男ですし、約束は守りますね。さすがは私の優雅だね。バックローグ。困った時のバックローグ。ここら辺？学園祭の前の日だよね。おう。で、ここね。まあいいや。わかんねえ。私のは必要ないと思いますけどね。でもそのままあげるわけにはいかないな。布団は用意しないといけないし、部屋もざっとでいいから片付けないと。あ、おかずも部長の分用意しないとダメか。そうするとまずは帰りに商店街に寄らないとな。なんで、なんか二人でさ。学園祭の話を二人でするってことかな。おばさんにも連絡しないといけないけど、誰か家に招くこと自体はひどく嫌う人だ。女の子と見るなんて許してもらえるかどうか。今こそ既成事実を作る時。これバットはどうなんだ。一度関係さえ持ってしまえばあとはどうとでも。うん、やっぱり二人きりはやめよう。約束通り我が家に行くとしますか。我が家に行くとしますか。めっちゃ中二病っぽくなったね今。我が家に行くとするかで。夕ご飯はゆうやの手料理を所望。シャリさんと比べたら微妙ですよ。ゆうやの手汗という絶妙な調味料が私の胃袋を刺激する。なんかすごいこの記憶にあるような。これスタートボタン押したら飛ぶんじゃないかな。やっぱり飛んだ。あれ誰もいない。お、やっと分岐が来たな。分岐じゃねえな、ストーリーが来たな。屋上で待ってるって言ったのに、あ、屋上で待ってる、ああ、まさかの聞き間違い？いやいや、さすがにありえないよな。俺が先に来た可能性もあるし、しばらく待っていいよ。さ、寒い。おかしいな。部長と約束したはずなのになぜ来ないんだろう。あの人だからど忘れした可能性もあるけど、この手の約束は破ったりしないからな。用務員の人が来てもおかしくない時間だし、そろそろ来てほしいんだけど、ってあれは、もしかして？屋上のベンチには一人の女の子が寝そべっていた。改めて考えるまでもなく、俺は部長が眠っていると直感する。この人は自由なんだから。もう夜には肌寒いのに、まあ接客で疲れたはずだから仕方ないか。このまま寝かせるわけにもいかないので、体を揺さぶって起こすことに。部長起きてください。風邪をひいても知りませんよ。俺を呼び出したんじゃないんですか。用事があるなら起きてくださいよ。あ、起きた。ゆうや、遅い。これでも速攻できたんですけどね。まさか屋上の隅で寝ているとは思わなかった。約束通り来ましたよ。わざわざ屋上に呼び出すなんて何のサプライズですか。大事な話があったから二人きりになれる場所を選んでみた。先に言いますと、今回の一件は気にしなくてもいいですよ。先生に目をつけられていた以上、いずれは似たようなことは起こりましたしね。今回で決着がつい。違うから。お？てっきり改めて反省の意を示すのかと。反省はしてる。でも、これは別の要件で呼び出した。この人のバッテンだと、多分死にそうにないな、俺は。俺は助かるぞ。肌寒い風が吹く。けれどうちはそれに動じることもなく、いつにもなく、真剣な顔を向けた。お。今のままじゃ、郷土犬を設立した目的を達成できないから、今、伝えておきたい。え？昔みたいに集まるためですよね。少し、違うよ。私はみんなより年上だから、いつも損ばかりしてた。
クラスメートには絶対になれないし、先に卒業してユウヤを待たないといけない。その間はすごく不安。ユウヤが誰かに取られていないか考えると胸が痛くて痛くてたまらなかった。だから郷土犬を設立したんだよ。ユウヤとの時間を作りたくて、ユウヤに好きになってもらいたくて。無情山に隠していた真意を明かした。俺たちのためではなく、あくまでも自分のためにという理由を。4人の中で唯一先に卒業しなければいけない部長だからこそ、そう考えたのかもしれない。でも今は何も言わなくていい。まだその気がないことは知ってる。だけど私はユウヤが振り向いてくれるまで諦めない。うん、絶対に射止めてみせる。部長かわいいな。多分今作で一番キャラ的に一番好きだな。よし。めんどくさがり屋な人だけど、俺に対する執着心は人一倍だ。最初兼備の部長と違ってごく平凡な俺のどこに好かれているのかわからない。命の恩人と言えるかもしれないけど、子供の頃であとはただ付き合いが長いだけだ。でも部長はどうして俺のことが好きなんですか？私がユウヤの良さを一番よく知っているから。それが幼馴染というものかもしれない。今までより私のことを見ててほしい。それが約束のご褒美。わかりました。じゃあ今日の話は終わり。今の関係は偶然が偶然を呼んだようなものだ。女の子を思われるような男になる。ただそれだけを目指して3人と出会った。今考えたらできすぎなんだけど、人の出会いなんてそんなものかもしれない。できることなら3人に連れ合うような男になりたい。これから先どんな関係になるのかわからないけど、今はそんな風に考えている。あ、実は年上好きだということも知ってるから。うく、なんで知ってるんですか？内緒だよ。ほう、俺の中ではトップシークレットのはずだったのに。ほう、なるほど。選択肢は選択肢来なかったんだけど。夜になり朝になっても一向に眠くならなかった。寝ても覚めてもあの時の光景が脳裏に浮かぶ。まぶたに浮きついた光景は簡単には消えなくて、あ、まともに眠ることなんてできるわけがない。すべての原因はカエネの死。そしてそれ以上にショックなことは、カエネを殺した犯人が身近にいるのではないかという不安。でもどうして犯人はわざわざ着ぐるみを着たんだ？常識的に考えたら自分の正体を隠すためだけだ。だけどあそこは表彰式の控え室だ。伊左衛門がいたら嫌でも目立つし、マスコミもいたからちょっとしたインタビューをする可能性がある。そんな状況でカエネがいる控え室に行き、誰にも気づかれることなく殺す。人が駆けつけた後も抜け殻の着ぐるみが残されていただけで、犯人は発見されなかった。こんなこと一体誰が？なんで王道じゃない。伊左衛門は稲神村に繁栄をもたらすため忌まわしき呪法に手を出しました。そしてその淀みは犬神という存在をかたどりました。他者の幸福を奪う代わりに、より代に幸福を与えるものとして、つまりあれは神ではありません。まさかな。もしもあの話を本当に信じるとすれば、その時点で俺たちに近い人間の誰かが犯人、カエネを殺したやつだという可能性がある。俺の身近にそんなことをやる人がいたなんて。信じたくないが、事件は現実に起きてしまった。単なる学生の身分で殺人犯を見つけ出すことなんてできるはずがない。けれどもあのカエネを優しかったあの人を殺した奴は許せない。たとえどんな奴だろうと俺は犯人を許せない。もうこんな時間か。結局一睡もできないまま登校時間になってしまった。あまり行きたくないけど、もう3日も休んでる。これ以上休むとさすがに進学に響く。それにカエネの死を利用して学園をサボり続けていると思われるのも尺だから行くとしよう。どんなことが起きても朝は毎日訪れる。空は底が抜けたように青く澄んでいた。スキップできないんだな。キレイになった白い雲がゆっくりと西から東へと移動していく。そういえばここ最近まともに青空を見ていないことに気づいた。そんな感傷的な行為に浸ることもできないほど精神的に追い詰められていたんだろう。我ながら情けないことだと思う。
なんで？突然で申し訳ないね。また君か。こういうものだが、ちょっと話を聞かせてもらえないかな。でも家の前じゃないからあれだな、犯人扱いされてないな。スーツの内ポケットから取り出した手帳を見せる。工藤新作、刑事さんか。こちら完全にもうストーリー変わったな。路上で警察手帳を見せられなんて、映画やドラマの中だけの話だと思っていた。でも今こうして警察の人に呼び止められて話をさせられるのにも慣れてしまった。なんで？カイネの死を最初に目撃したのは俺だ。これまで何人もの警察に会って長時間話をさせられた。目撃した状況の説明から俺の生い立ちまでありとあらゆることを話した。ようやく終わってほっとしたもののもつかの間、またこうして刑事さんがやってきた。警察の人間を目の前にして、そうそう驚きも緊張もしなくなっている今の自分に思わず苦笑いしてしまいそうになる。警察の方ですか。確か以前お会いしましたよね。俺の記憶が正しければ事件の直後に事情聴取してきた人だ。第一発見者に覚えてもらえるなんて光栄だね。事件の後は記憶が曖昧だったりするんだけど、君はそうじゃなさそうだ。ははは、今の今まで忘れていましたけどね。でもそういうことなら話が早い。繰り返しになるけど、また話を聞かせてもらえるかな。飛ばせないの？ここ飛ばせないか。知ってることは全部警察に話している。これから投稿だけど、事件の関係者になれば何回も同じことを聞かれると思っていた。俺なんかでよければあれから思い出したことはありませんけど。足取りも重かったところだ。俺の証言が犯人を捕まえる糸口になれるなら付き合おう。不幸な事件だったね。君が所属するそう、郷土歴史研究会のみんなもショックだっただろうね。だっただろうね。だっただろうね。親しい人が殺されたんです。当然ですよ。事件現場にあったあの動物のようなぬいぐるみは君たちが作ったんだろう。あった？どういうこと？え、あったの？まあここまでは他の刑事さんにも聞かれたけど、この人はまだ突っ込んだことを知りたいようだ。でもどうしてまたそんなことを。普通は現場で何を見たのか気がつだよな。でも俺一人で作ったんじゃありません。同好会のみんなで作りました。デザインも君たちが？イエス、はい。部員の何人かがデザイン絵を描いて、その中から一番いけそうなやつを選びました。部員の何人かがってもう部長でしょ。目の前にいる刑事さんは持っているペンのお尻で頭をかきながら俺の顔をじっと見ている。真面目そうな人だけど、頭の中では何を考えているのか全く想像がつかない。君たちはなぜあんな着ぐるみを作ろうとしたんだい？学生が一から作るのは大変だっただろう。なぜって言われても、まず学園祭のためってのもありましたし、町おこしっていう目的もありました。町おこし？君たちが？まあ何が気になったんだろうか。改めて尋ねられると一瞬返答に詰まってしまう。そんな大層なものじゃないです。ただちょっと町の役に立てたらいいなーって軽く考えていただけです。もちろん作るのは大変でした。同好会のみんなと他にもいろいろな方の助力があって、ようやく完成させることができたんです。できるだけ素直な返答を心がけた。当時を思い出しながら答えているけど、さっきから郷土犬のことばかり聞かれる。まるで容疑者が郷土犬にいるような聞き方だ。お、じゃあもう割れてるんだな、容疑者は。それで君たちはあの着ぐるみを作ってどう思った？完成したものを見て感動しました。みんな頑張ってくれたので。まさかいくらなんでも話が飛躍しすぎている。確かにカヤネイの存在は3人ともうんでいたけど、それとこれとは話が別だ。嫌いな人が現れるたびに殺していたらキリがないはずだ。感動したと。あの着ぐるみには結構思い入れがあるようだね。ふむ。キサラギユウヤ君。あ、キサラギか。え、あ、すいません。何か思い出したことでもあったかな？そういうわけじゃないんです。あれから随分時間が経った気がして。普通の人には縁がない話だからね。そう感じるのも仕方ないよ。で、着ぐるみに対する思い入れを聞かせてくれるかな？みんなの努力の結晶ですね。伊左衛門のおかげで郷土家は守れたようなものですから。じゃあ、あの着ぐるみを犯人が使ったことはショックだっただろう。やっぱり勘違いじゃない。この人は郷土犬のメンバーに疑いを持っている。
俺たちの誰かがカエネを殺した。そう言いたいのか？この人は、そういうのをやめてほしいですよね。ん？三人に疑いなんて持ちたくない。犯人が何を考えているのかは知りませんけど、他人のものを勝手に使うのは良くないことだと思います。他人のものね。小学生か、こいつ。まるで、着ぐるみを利用した犯人を知っているような言い方だね。そう、そういう意味じゃなくて、あくまでも仮定です。俺が犯人を知っているわけじゃないですが。でも、心当たりはないのかい？君の所属している同好会の中に犯人はいないと？何を言っているんですか？思わず顔を引きずらせたままで問い返してしまった。この刑事さんが何を言いたいのか分からず、自分の中に生まれた疑念が表情に出てしまった。犯人を捕まえる手助けができるなら、俺は警察に協力したい。そして俺たちの潔白を証明したい。みんなが人殺しなんてするわけがない。そもそもカエネを殺すほどの強い動機なんてないのに。大丈夫。ん？ユウヤには何もしないから。あれ？犯人変わった。その女が何もできないようにするだけ。二度と悪いことができないように。なるほど、犯人変わったんだな。素だけ。おー、素だけか。素だけね。うん。まさかそんなことはありえない。みんなは誰も殺していない。動機なんてないんだ。郷土犬の中に犯人がいるって言うんですか？まさかそんなわけないじゃないですか。郷土犬？ん？郷土歴史研究会のことです。長いので略して郷土犬と呼んでいます。略して、確かこれも略すとなんだっけ、ハンモックだっけな。ハーレム天国の花でハンモックだからだった。ん？確かそんなハンモックじゃなかったっけな。なるほど、郷土歴史研究会、郷土犬。うん、確かに略した方が言いやすいな。この刑事さんは俺たちの中に犯人がいると思っているのか？まさか俺たちは単なる学生だぞ。人殺しなんて大それたことができるわけない。あの、そろそろ遅刻しそうなんで行かせてほしいのですが。そうか、すまないな、付き合わせてしまって。いえ。軽く会釈して刑事さんの前から立ち去ろうと。あ、そっか、犯人がセリさんじゃないから別に突っかかってくる必要ないのか。これ以上この刑事さんと話していると頭の中が混乱する。俺は何も悪いことなんてしていないという気持ちはあるけど、今は遅刻を言い訳にしてとっとと立ち去るに限る。道東海環奈さんは事件当時のアリバイが曖昧だ。本人に聞いても事件のあった時間何をしていたのかよく覚えていないという。よく覚えていないんだろ。はじめにこの刑事さんが部長の名前出した理由がようやくわかった。俺は足を止めた。止めざるを得なかった。部長にアリバイがない？どういうことだ？いや、こんなことで動揺するな。この人が何を考えているのかわからないんだ。刑事さんがわざとぼかして犯人らしく言ってるだけかもしれないじゃないか。部長はとぼけた人ですから、ついうっかり忘れちゃってるだけですよ。そういうことはよくあります。確かにね。私だって、毎日仕事に追われていると、昨日の昼何を食べたのか忘れてしまうことはあるよ。でも昨日の昼どこで食べたか覚えているだろう。ですよね。よくよく思い出してみると、実は忙しくて昼食を抜いていたりとかね。ああ。それじゃあ思い出せないはずだよ。ははは。ははは。乾いた笑い声だった。どうしてこんな愛想笑いのようなものを浮かべているのか。この刑事さんの真意だけじゃない。自分の心すらわからなくなっていた。有末遥さんにも事件当時のことを尋ねてみたよ。彼女は事件が起きた時間、郷土犬の部室にいたというんだ。なんで？なんで？俺は事件当時部室にいなかったんで知りませんけど、おそらく学園祭の後片付けをしていたんだと思います。でもね、そんなことあるわけないんだ。なんでや？どうしてそう言い切れるんですか？遥が嘘をついてるとでもいいんですか？まあ落ち着いてくれ。俺はただ事実を話しているだけなんだよ。そうかもしれませんけど、こうも露骨に怪しまれると腹立たしい。部長は遥が容疑者だなんて何かの冗談だ。部室の鍵を管理している教員の証言によると、事件当時、うん、君たちの使っている郷土犬の部室の鍵はずっと職員室にあったそうだ。じゃあもう動機ないじゃん。もちろん生徒が当日部室の鍵を借りに来たことはないということだ。
そういえば当日はイベントがあるからといって部活は休止することにしていたんだ。まさか合鍵があったとは言わないよね。それだと我々の操作も一からやり直しになる。いえ、合鍵はありませんでした。部室の鍵はいつもは部長が管理している。部活が始まる前に職員室に鍵を借りて、終わったら返しに行くのは部長の役目だ。顧問に無断で合鍵を作ったり鍵を返し忘れたりといった規則違反は一度もない。これで郷土研の部員のうち二人のアリバイが不明だ、うん、これはどういうことだろうね。もしかしてあれかな、さゆりさんのエンディングは、エンディングって犯行は単独で、この二人の犯行はあれなのかな、共通しとんのかな。俺にはよくわかりませんね。そう答えるしかなかった。俺は誰も殺していない。すでに警察に話した通り、殺されたカエネの待つ控室に向かっている途中だった。そう、なんでみんな控室行かないのっていう話だな。そして控室で殺されたカエネを発見した。確かもう一人女の子の部員がいたよね。もう一人、名前はもう一人もう最近、ものすごい最近、うん、さゆりさんですか。そうそう、宮安さゆりさんだ。さゆりさんはないだろ。もう意味ありげな態度で手帳をめける。まさかさゆりさんのアリバイもないというんじゃないですよね。それは別の刑事が担当している。俺の方にはまだ情報は来ていないな。なんで。そうですか。それでもこの刑事さんの態度は疑っていると言わんばかりの露骨な態度だった。警察の中にも学生が白昼堂々殺人なんて、そんな大それたことをできるわけがないという意見もある。そりゃそうだろ。そうですよ。人なんて簡単に殺せるはずありません。目の前の刑事さんは俺の顔に穴でも開ける勢いで強く見つめてきた。だが少年の凶悪犯罪は最近よくニュースなどで耳にする話だ。君はちゃんとニュースとか見てるか。あまり見ないですね。答えながら自分の唇が引きずっているのが分かった。アニメやバラエティ番組ばかり見てるんじゃないのか。ダメだぞ、ちゃんとニュースも見ないと。俺アニメしか見てないな。今度から見るようにしますよ。おっと、もうこんな時間か。呼び止めて悪かったね。遅刻しないで済みそうか。走っていけば多分。じゃあ急いで行きたまえ。学生の本分は学園に通って勉強することだからね。ご協力感謝する。ほう。刑事さんは俺の脇を通り過ぎて他の学生たちに声をかけることなく立ち去っていった。まるで俺一人を待ち伏せていたかのように一瞬にして目の前から消えた。なんでよ畜生。とっと疲労が押し寄せてきた。話していた時間は正味15分ほどなのに何時間も経たされていたような気分だった。郷土研のみんなにアリバイがない。一体どうして。事件のあった当時みんなどこで何をしていたんだ。まさか本当に部員の中の誰か。わからんな。カエネを殺した犯人が部員の中の誰かだとしたら、俺はこの先どうしたらいいんだ。いや、そんなわけない。俺がみんなを信じなくてどうする。思考が混乱している。これ以上は何も考えたくなかった。犯人はまだ捕まっていない。もしかして今この瞬間も次に殺害するターゲットを狙い定めているかもしれない。次って言った生徒会長か。早く平和だった日常に戻りたい。俺の願いはそれだけだ。選択肢が来ないな。ストーリー長いもんな。1時間目の、おーしゃ。よし、ここで終わるか。事件が変わったのかな。全員アリバイ、ない、全員ないのかな？で、うん、わかんねえ。